おはようございます。一ノ瀬はじめです。本日はめちゃくちゃいい天気、ね、昨日雨降ってたけどね。どうしよう。そう、太陽は暖かいけど風が冷たいですね。風がなきゃね。よく言えば風が花粉でだいぶやられてますで、今日はこれどこに向かってるかというと、横浜でね、毎年ここコロナの時は開催されてなかったかな、 CP+ってね、カメラとかガジェット系のカベルでCP+どこにもカー入ってねえよカメラの祭典でね、ドリキンさんとかね、みんなグルドンミンとか集まって、その後ねオフ会もあるので。あ、ドリキンさんこの前のチョコ美味しかったですね。なんかラベンダーがもうラベラベしてました。なんだラベラベなんか花の香りされるともうね、女子なんでイチコロですよね。しんどっけゴキブリみたいにというわけで、母ちゃんもね喜んでまして、今日ドリキンさんもね多分合流できると思いますんで、それ取れるかなちょっとわかんないけどね。父ちゃん二日酔いです。ちなみに皆さん、はい、絶賛二日酔いでちょっと気持ち悪いです。どうせ今日行けんだろうと思ってたけど行けた。行くんだよ昨日は、2時まで飲んでて帰ってきたら3時。やばーね。寝る時間ない。男子ってちょっとアホなの？なんでその飲み方するの？女子もそういうやついっぱいいるよ。ね、やばくない？女子で。女子あんまいなくない？でも。いや、新宿行った時前、女子が貞子のように這いずってビルの中から朝方出てきたよ。びっくりした、あれ金髪の姉ちゃんだったけど。金髪だからね、ポップな感じでいい。知ってるか。そんな感じでね、母ちゃんに駅まで送ってもらってる道中で、これから横浜に向かいたいと思います。ああ、無事に着けるかな。着くよ、新幹線だから。ああ、はい。名古屋駅到着しました。今ちょうどね、金時計新幹線乗り口とは反対側に到着しました。これからね、向こう向かって歩いて新幹線乗っていきたいと思います。しかし土曜日人が多いね。今日はぴよりんなかったです。時間的に無理でした。なんとか、ホームまで来ましたが、お土産屋さん並びすぎてて、ちょっとチケットというか新幹線の時間に間に合わない可能性がもう出てきたので、ちょっとお土産買えなかった。このキオスクのきしめん屋さん、めっちゃいい匂いする。食べたいけどあと1分では無理だな。はい、新横浜到着しました。それではね、ちょっとお昼ご飯どっかで食べたいな。桜木町までやってきて、せっかくなのでね、北海道の有名ラーメン店すみれさんがあるっていうのをね、事前にちょっと調べたので、ここで今日はすみれさんでラーメンいただきたいと思います。はい、それでは次に皆さんこちらのお席でお願いします。すみれさん2名様です。いらっしゃいませ。ラーメンすみれさん、めちゃくちゃ美味しかったね。いつまでたっても冷めないスープで、最後まで熱々でした。それではそろそろね、 CP+向かいたいと思います。久しぶりに来たパシフィコ横浜到着。会場到着。みんなどこにいるんだろう。入ってきていきなりねぶたがありました。このねぶた、タムロンさんのブースなんですね。パナソニックさんのブースにやってきました。GH6 が飾ってありますね。明るすぎて映らないかもしれないけど、こんな会場の中で MBX やってる。その MBX をあそこの上から試し撮りしてんのかな。なんかソニーのブースで Vlog カメラの VZ-E10 のなんかイベント始まったね。ドリキンさんに合流できました。レッドさんのレッドですね。お借りしてます。めっちゃ楽しんでます。なんか明るいなと思ってたらポケットの中で勝手に設定が変わってて、CP プラスの会場を後にしまして、今からね、オフ会の会場である部活動に移動します。久しぶりに来ましたが、遊園地なんか動いてるね。あれが動いたから初めて見たよ。こんなにたくさん乗り物あったっけな。最近できたのかな。子供たちも連れてくればよかった。なんか大道芸やってるね。お久しぶりです。もう帰りですか？はい、階段だから、はい、ああ、そうですか。了解です。ではまた。お久しぶりです。お久しぶりです。部活動到着。ここのね、地下1階ですね。もう始まってるはずなんで、潜入。どこだろう。あった、CP プラスオフ会。一番、突き当たり。前回はここでやったんだよね。あれなんか色々変わってるね。それでは入りましょう。もうなんか始まってるな。ありがとうございます。改めて乾杯の挨拶。はい。あ、もうビールがすごい。え？また入れますよ。一本と一ノ瀬さんは名古屋から来てくれました。どうも。おはようございます。ドリキンさんゲット。何もいるじゃないですか。沢村さん。今日あれ。いやいやまだ。眩しい。それでは皆さんお久しぶりです。マイクじゃない。それでは久しぶりにご賞を願います。散財。はじめまして、皆様、龍馬と申します。まあ、東京住んでるんで近場のもんなんですけど、成城石井に売っている手巻き納豆というドライ納豆を売ってるんですけど、1袋1800円ぐらいのめちゃくちゃうまいので、皆さん一つ食べて帰ってください。私は浅草に住んでるので、芋ようかんをお子さんが好きなんて言ってたんで、芋ようかんちょっとと、あとなんかね、新商品で芋ケーキが売ってたんで、これはなんかサクサク食べながらお酒飲むのもいいかなと思うんで、なんかまあお皿にその辺にこう出しとくんで、皆さんでいただいてください。福岡から来ました。ひよこ持ってきたの。おお。どこの名物？福岡の名物。知らなかったな。ひよこは口から食べるか、口ばしから食べるか。あとは鳥も持ってきたんで、食べてみてください。こんにちは、とちと言います。今日は、長男の大学受験で、裏で国立の大学を。そんな時に、親は遊びに行きました。ついでに新クラスがあるので、来たらオフ会があるということで来ました。ここ岡山なので、クラシックのメーカーの裏スズメを持ってきました。今日ピーターさんの誕生日ということで、ピーターさんの家族用に。マジですか？ノブです。大阪名物じゃないんですけども、関西しか食べれないということで、ちょっと傾きでたら怒られるんで赤服を買ってきました。ちなみに僕静岡から来たんですけど、静岡は赤服売ってません。名古屋は売ってるよね。売ってる。そこが線引きらしいです。はい、じゃあ僕最後です。声優のローストミックスナッツスを僕が木曜の深夜アメトークがやってる時間帯ですね。燻製して持ってきました。桜のチップです。ぜひご賞味ください。お土産以上ですね。おもみやないですね。はい、じゃあ、はい、じゃあ、しばしばし。新しい人がいい。そうそうそう、そうですね。しばしご歓談をください。ありがとうございます。はい、ドリキンさん。参戦。ドリキンさん、なんか準備に手間取ってますが。これからなんか。一言いただきます。いやでもソニーはちゃんと4年前と同じようにポンちゃんからのインタビュー。なんかソニーも前と同じでした。なんか前に一回しか同じブースも作る。でもお姉ちゃんがこう垂れ下がることはなかった。やってましたよ。やってました。いっぱいいました。なんか大家先輩にどうやってる。先輩にちゃんと縦社会だから。マジで岡ちゃんとかめっちゃ怖いけど関西メンバー多いですもんね、めっちゃ怒られるから万太郎さんフリップ分かっあいつまで分かってるなので、なんかライカも大変ですけど、僕も意地でもグリップするかって思ってドリキンさんが赤く初めましてですか、赤くそんなことどんな田舎なんだけど失礼地理は分かんないけどピーチキョさん合流お中さんも一緒ですはい、チーズレベルアップ力 VR トークが始まりましたデーブさん合流久しぶりですねこれ何ですかこれインスタコードあ、なんか聞いたことあるボタン一つでコードが弾けるピアノにもなるチューニングどうするのこれチューニングない電子楽器だからああそういうこと、うん、ピアノにもなる慎吾さんのアイスです最近の趣味思考がアルファスの R4 みたいな高解像度のカメラからEL1 マーク2という形でティガローだったかな、RTX 系の GPU 使って画質を向上させるやつをかませるとなんかもうマイクロ放送で十分なんじゃねえかっていうことでだんだんこういうのぐらい大変ご無沙汰しております私ご存知のように VR チャットにずっと行って全然表に出てこなくなってしまいまして最近ですねドリキンさんの VR チャットにハマったっていうところでそうですねはい、でも実は結構、ね、来てくださっている方も結構いらっしゃるんですけれどもVR が楽しいのでって言って本当 VR の話ばかりになっちゃうけど今日出かける時に小浜行くのめんどくさい距離がねすごいあるんでだからこうみんなどうかってただこうやって久しぶりに皆さんの顔を見て喋るとあやっぱリアルになるみたいな感じ。いやいや取り付けてないですよ。取り付けてないです。今日は VR の沼にこう落とすためのやつを持ってきて。今日はもうリアルの活動なんで。こんなに素敵なんですよっていうのをこう。でもそんなありますよ。すごい。はい、そんな感じでですね、なかなか表に出てこない VR チャットにいるので、いつでも VR チャットにいる。CP+もあれよね、キャノンの MR しか見てない。あ、そうです。あれだけ拝見してる。これが見れたらいいやんって感じ。なんか興味ないのかね。まあ、ここから買うんだったら、もう最近スマホで写真も動画も撮っちゃってるんで、今から買うんだったら、なんか SIGMA の TP1 ミリルみたいな SX の強いやつを欲しいかなって思いました。ご存知ない方もいらっしゃるかもしれない。最近あまり表では前が見えなくなって。ライトが消えてるんだけど。大丈夫です。ライトが消えてる？どれ？いやそこだけ一度暗いんだ。あ、プロジェクター用に。ピーキン。言えない。ちょっとあんまりフルネームで自分の名前言うと追放されそうになってるドリキンです。そうそうそうガチで怒ってる人がいるらしくて。本気で今解明を考えようとしてる。すっかりご無沙汰してる人も多い中で気づいたのは僕はこれは一ノ瀬さんに仮パクしているレッドとちゃんとパクになっちゃった。これはちゃんと自分で買った中古ですけど Q2 です。Vlog は続けております。ご無沙汰してます。ありがとうございます。じゃあ久しぶりの CP プラスオフご参加ありがとうございます。乾杯。ドリキンさんお疲れ様です。またよろしくお願いします。とりあえずレッドを使い倒してください。ノウハウバックが僕の一番のあれなんで、本当にそのために頑張る。ちょっと心折れかけてますよよろしくお願いします。半分折れかけてますけど、今日の取れ高次第でまたやる気が出るけど。了解です。よろしくお願いします。じゃあまたこれを機にまたやりましょう。ゲームもやりましょう。 VR 買ったけど一回も使ってないです。バロランドとかやってください。バロランドオーバー、むしろね、リーグオブレジェンドやりたい。なんかいろんな会話が混ざってる。おつゆさんお疲れ様です。ピチコさんお疲れ様です。お疲れ様です。今日はありがとうございました。よし、またお願いします。お疲れ様、お疲れ様でした。あいっちありがとうね、名古屋からオフ会終了。皆さんお疲れ様でした。今日は LX100 です。オフ会終わって2次会になるんですかね。そうですね、2次会から、はい、でマシローさん、ワニさん、松崎さん、ワニさんだけが現地の人。現地といえば現地。なんで？大体現地じゃない人かね。もう今からはアダルトの飲み会になるので、今日はここら辺で Vlog を終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.